はい、どうもこんにちは、福田です。本日は、アクティブファンドの実力検証でして、新ミューズニッチ米国 BDC ファンド、カワスヘッジラに年2回決算型、これの実力検証していきたいと思います。よろしくお願いします。で、データなんですが、2017年の2月の3日から2023年の12月29日でやっていきます。 で、ベンチマークなんですけれども、一応このファンド、アメリカに上場している BDC が対象なので、それなのでアメリカで一通り揃いました。まず、株式のインデックスファンドの i a r s 米国株式 A3P500 インデックスファンド。 で、えっ、ー、と、リートのインデックスファンドの e m a i s 米国リートインデックス。そして、えー、アメリカの債券ですね。まあ、この場合は国債なんですけども、えー、これに連動するインデックスファンドの上場、米債、為替値なし、えー。この3つをベンチマークとしてやっていきます。で、リターンの時間軸は日時、月時、年時の3つで見ていって、で、リターンの種類は配当が出たら受け取らずに再投資した場合の配当込みのリターンで見ていきます。で、具体的に見ていく項目はこの7つとなっております。 はい。では、ざっくり結論からいっていきます。えー、まず、リターンなんですが、えー、このファンドのリターン、リートと再現よりかは高かったんですが、ただ、株よりかは低かったです。 で、ディスクに関しては、これは概ねリートよりかは低いんですけれども、ただ株とか債券よりかは高いというふうな感じでした。で、シャープレッションは、これも概ねリートと同程度で、で、株、債券よりかは低いというふうな感じでした。で、相関係数に関しては、株、リートとは強い純相関で、で、ただ債券とはほぼ無相関というふうな感じでした。た,ただですね、これ、えっと、債券とは年次のリターンで見ると強い純相関というふうな感じでした。 で、アルファに関しては、リートと債権をベンチマークにすると、プラスのアルファが出ていたんですが、ただ株をベンチマークにするとマイナスになっておりました。まあ、それなので、投資前提はアメリカ株とかアメリカのリートに対して強気っていうふうな、そういったスタンスになると思います。では、なんでこの結論に達したのかを、ここからデータ見ていきたいと思います。 はい。ではやっていきましょう、えー。まずは日時のリターンからですね。えー、サンプルサイズが1689日分のリターンのデータになります。で、えー、平均リターンなんですけれども、えー、これ、えー、さっき言った通りですね、えー、リートとはだいたい同じぐらいなんですが、えー、最近よりかは高くって、えー、ただ株よりかは低いっていう感じみたいです。 お次に、標準偏差なんですけれども、これ結構まばらな感じなんですが、少なくとも、リートよりかは若干低いんですけれども、ただ株とか債券よりかは若干高いというような感じになっているみたいです。で、シャープレッションなんですが、リートと債券、このシャープレッションとは大体同じぐらいの水準なんですが、株よりかは低いってことがわかります。 次に相関ディスクベータなんですけれども、債券とはですね、ほぼ無相関、まあ、若干の弱い純相関というような形で、まあ、要は連動性自体はそこまで高くないって感じなんですが、ただ株とリートとは連動性がかなり高いってことがわかると思います。次にベータとアルフを見ていくんですが、 ベンチマークをリートと再建とした場合にはですね、アルファ出てはいるんですけれども、ただですね、ベンチマーク株にするとマイナスのアルファが若干出ているっていうふうな感じなので、まあ、それなので、基本的にこの BDC、まあ、厳密に言うと株とはやってるスキームは違うんですけれども、ただですね、基本的なこの情報量だけで見ていくと、このリターンの100%以上は、たまたまこの期間株が好調だったことで説明ができてしまうっていうふうな。 えー、そんな感じになっていたみたいです、えー。次にベンチマークの上昇時のリターンを見ていきます、えー。これですね、3つとも共通していて、えー、っとそれぞれのですね、えー、ベンチマーク、ま、要は株、リート、再建、えー、これが上昇した時には、えー、このファンドはですね、上昇しはするんだけれども、えー、ただですね、その幅はですね、えー、若干小さいというような、えー、そんな形だったことがわかると思います。 じゃあ逆に下落時見ていきます。これも3つ共通していて、ベンチマーク下がった時には、このファンドも下がりはするんだけれども、ベンチマークと比べると、ま、いく分か、マしな下落幅で収まっているってことがわかるんじゃないかなと思います。とりあえずこれが日時のリターンでした。お次に月時のリターンで見ていきたいと思います。82ヶ月分のリターンのデータになります。で、平均リターンなんですが、リードと最近よりかは高いんですけれども、相変わらず株よりかは低いってことがわかると思います。 次に標準偏差ですね。これはどのベンチマークにとってみても、このファンドはリスクが一番高かったってことがわかると思います。じゃあシャープレッシオはどうなのかっていうと、リートとほぼ同程度ではあるんですけれども、株と最近よりかは低かったってことがわかると思います。株と比べると大体1 2分の1以下っていうふうな感じですね。 で、次に相関とリスクとベータなんですけれども、これ、債券に関して言うと、えー、とほぼ無相関というか、えっ、ー、と、若干の弱い逆相関というふうな形なんですが、まあ、ただゼロ近いのでほぼ無相関という感じでいいと思います。まあ、つまりは債券とは月次のベースではですね、全然関係なく寝動きしてるよっていうふうな感じですね。ただ、株と D ィートに関しては相変わらず強い重相関なので、連動性は高いっていうことがわかると思います。 お次にベータとアルファを見ていくんですけれども、相変わらずですね、リートと債券をベンチマークにするとアルファレている。でで、再建見ているとですね、えっと、債券をベンチマークとして見ているとですね、 えっと、そのリターン、えー、このファンドのリターンの100%は、えー、この BDC に投資したことによって得られたリターンというふうな形で、な、えー、っているんですけれども、えー、リートベンチマークにするとアルファを荒てはいるんだけれども、えー、ただですね、リターンの大半はたまたまリート市場が好調だったことで説明ができてしまうというふうな形で、で、えー、株をベンチマークにするとですね、えー、むしろアルファはマイナスになっているので、まあそれなので、えー、っと、いろんな銘柄の中からわざわざ BDC の関連する銘柄を選んだことによって、えー、月次ベースで見てみると、えー、マイナス0.58%をマイナス。 食らっってまましたたよとといいいうふうなそういったことが分かると思います次にベンチマークの上昇時見ていくんですが、3つ共通していて、月時でベンチマーク上昇するとファンドも上昇するんだけれども、ベンチマークよりかは劣っていたってことがわかると思います。逆に下落時なんですけれども、これ若干複雑なんですけれども、 まずですね、株見てみた場合、これは株がですね、下落すると、このファンドは若干なんですけども、それ以上に下落してたってことがわかります。で、リートを見てみた場合だと、リート下落するとファンドも下落するんだけれども、ただ若干リートリカはまし,しな下落幅で収まっていったという感じになっていて、で、債権が下落した時には、このファンドは逆に上昇していたってことがわかると思います。とりあえずこれが月次のリターンでした。 では最後に年次のリターンを見ていきます。ちょっとサンプルサイズ少ないんですけども、6年分のデータになります。で、平均リターンなんですが、リートと債券よりかは高いんですが、ただ株よりかは低かったってことがわかると思います。次に標準偏差ですね。これに関してはリートよりかは低いんですが、ただ株よりかは若干高くて、債券よりかは大幅に高いってことがわかると思います。 次にシャープレシオですね。これに関しては、リートよりかはシャープレシオが高いんだけれども、ただ、カブト券よりかはシャープレシオは大幅に劣っていたってことがわかると思います。次に相関ディスクベータなんですが、これはですね、3つとも強い純相関となっておりまして、まあサンプルサイズが少ないからっていうのもあると思うんですが、 えっと、ちょっと気になるのが再建でして、これ結論のところでも言ったんですけれども、日時月時ではほぼ無双関だったんですが、年次に直してみた場合ですね、これは結構強い純相関となっているので、まあそれなんで日時ベースとか月時ベースとか、それで見てみた場合にはですね、えっと、再建の値動きってこのファンドの値動きにほぼ関係ないんですけれども、年次で見てみると意外と関係ありそうだぞっていうんな そういった面白い特性がわかると思います。えっと、カブトリートに関しては同じですね。相変わらず強い純相感なので、ま、なんだかんだ言って、このファンドですね、それはカブトリート市場のキとの連動性は高いっていうことがわかると思います。じゃあ、ベータとアルファを見ていくんですが、これですね、リートをベンチマークにすると、えっと、アルファ出てはいるんですけれども、問題はカブト再建ベンチマークにするとですね、アルファマイナスに突っ込んでいるので、 まあ、それうなうので、この債券に関しては、ちょっと微妙なところではあるんですけども、少なくともですね、共通して株をベンチマークとした場合、それにはですね、このファンドのリターンというのを100%以上が株式市場がたまたま好調だったことで説明できてしまって、逆にですね、BDC に限定して、とか特化して投資したことによって、マイナスのリターンを食らっていたってことがわかると思います。 次にベンチマークの上昇時なんですけれども、これに関しては、株とディートが上昇すると、このファンドも上昇するんだけども、若干及ばなかったんですが、ただ、債券が上昇すると、このファンドは大幅に上昇していたところがわかると思います。じゃあ逆に下落時どうだったのかっていうふうな感じなんですが、これはですね、株とディートが下落すると、このファンドは下落はするんだけども、若干ベンチマークと比べて下落幅はマイルドに収まっていたんですが、 ただ、債券が下落すると、このファンドはそれ以上に下落をしていたってことがわかるんじゃないかなと思います。とりあえずこれが年次のリターンで、これで動画は以上になります。はい、というわけでご清聴ありがとうございました。質問、感想、リクエストはコメント欄の方にお願いします。で、今の動画、役に立ったらば高評価とチャンネル登録お願いします。はい、というわけで今回以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。